今日は最初にですね、身近な動画をね、まず見ていただきましょう。ニャンデモコンサートの前座ということで、今日は私、初めの、演奏いたします。で、これはですね、歴史文化研究会で訪れました大中遺跡で、そこのところに出会いの道、旧でベフ鉄道の線路跡に遊歩道がありまして、ですぐ近くが実は二松先生の実家がある播磨町なんですが、この大中遺跡のすぐ近くが二松先生のご実家です。でそこに行きましたので、身近な1分ほどの映像ですが、ご覧ください。演奏します。どうぞ。あ、はいはい。あ、そのまま、はい。木津川にかかるふるさと橋に、このようにふるさとが演奏できる鉄琴がついています。今日私PT は皆さん子供の頃ね、カラスの遠藤っていうこれですが、これで笛を作って吹いた経験のある方あると思うんですが、もう5月の終わりでこのように黒くなってきてね、でこれが黒いこの草が鞘がですね、乾燥して、ねじれて、で種を飛ばしていくんですが、この PT 豆、なんとか我が家の近くの長尾山トンネルの上にまだね緑のがありましたので、早速楽器を持ってそしてきました。はい、ということでこれですが、あまり乾燥すると言うと出ないので、皆さんこれでね普通弾きますね。でところがですね、私ピオクマはこれで演奏するやり方を思いつきまして、下の上に乗っけましてね、はい、ということでいきましょうか。ちょっと待ってください。初めの音がなかなか。このぐらいかな？はい。はい、OK です。本当に感動しました。
くら話しましたが、この井草先生に一番にトップバッターにしてもらったんですけれども、やっぱりこうこの雰囲気ぴったりだなと、今日のニャンデモコンサートにぴったりだなと思ったんですね。で、皆さんきっと緊張されてる方もいるんじゃないかなと思ってですね、絶対井草先生トップバッターにしていただきたいと思っておりました。ありがとうございました。頼みました。